世界最強といわれる西ドイツ対テロ特殊部隊。彼らはますます過激化しエスカレートするテロをどのような作戦で制圧しようとしているのか。秘密のうちに行われる彼らの厳しい特攻作戦、その全てに迫ってみた。テロ事件が発生した。武装したテロリストたちが人質を取ってビルに立てこもったという。特殊部隊は緊急のヘリポートに急行する。テロリストによって占拠されたビルの入り口は全て塞がれている。地上からの攻撃はできない。ヘリコプターからビルに降下する空からの電撃作戦が選ばれた。特殊部隊は1小隊10人で編成されている。その中に4人1組のコマンド部隊が2つある。この作戦は2機のヘリコプターに分乗した2つのコマンド部隊で進められる。地上の監視部隊と連絡を取りながらヘリは占拠されたビルに向かう。ヘリはテロリストに悟られないよう接近し、一瞬のうちにコマンド部隊を降下させなければならない。屋上にヘリコプターは着陸できない。コマンド部隊はホバリングするヘリコプターからビルの屋上へ次々と降りる。果たして人質は無事救出されるのだろうか。この世界最強といわれる西ドイツ対テロ特殊部隊はいつ誕生したのだろうか。参加国122、史上最大の規模を誇ったミュンヘンオリンピック。この若者たちの平和の祭典を舞台に衝撃的な事件が起きた。黒い9月と名乗るアラブゲリラがイスラエルの選手宿舎を襲い、選手11人を人質にして立てこもった。西ドイツ政府は人質救出の有効な手立てのないままゲリラの要求を入れた。ゲリラは用意されたヘリコプターに9人の人質を乗せて空港に向かった。空港で待機していた警察は到着したゲリラを狙撃したが、ゲリラ全員を射殺することに失敗。このため銃撃戦は10時間以上に及び、ゲリラは人質の乗ったヘリコプターを手榴弾で爆破した。この結果、人質のイスラエル選手が全員死亡というオリンピック史上例を見ない大惨事となった。この人質救出作戦の失敗から、西ドイツ政府は国境警備隊の中にテロ対策専門の特殊部隊を作ることに踏み切った。彼らは国境警備隊第9部隊 GSG9 と名付けられた。テロ事件を解決するためのさまざまな秘密訓練が行われた。中でも当時頻発したハイジャックに対する訓練は念入りに行われた。ボン郊外にある GSG9 の本部。
GSG9 本部への部外者の出入りは非常に厳しい。日本のテレビ取材班がここに入るのは初めてのことである。しかしこの建物はテロリストたちの攻撃目標であるため、施設の配置が分かる撮影は一切禁止された。訓練の中では射撃が最も重視される。1年間に1人36万発の射撃訓練、隊員の8割までが100発100中の狙撃の腕前を持つ。さらに接近戦のための空手、敵の心理を読む心理学、複数の外国語が義務付けられるなど、正規の隊員になるまで2年間厳しい訓練が続く。14年前、80人から始まった GSG9 に今では225人に増えている。 GSG9 の隊員であることは非常に危険なんですね。と言いますのは、この隊員一人一人も、テロリストの、対象になっておりまして、非常に危険な目に遭うことがありましてですね、日常生活でもどんな職業をしているか内緒にしているし、またこうしたインタビューでも絶対に顔を出せないという状況なんですね。どうしてこんな危険な職業をですね、志願したんでしょうか。Ich bin zur GSG 9 gegangen, weil ich aktiv den Terrorismus in der Welt bekämpfen möchte und nicht inaktiv. GSG 9 の隊員であることで非常に得な点、そして損な点を言ってください。Ja, als Vorteil sehe ich, dass ich viele Sachen, die ich also privat auch gerne machen könnte, hier schon dienstlich machen kann. Und als Nachteil muss ich natürlich auch sehen, dass dadurch, dass wir sehr viel auf Dienstreisen sind, das Privatleben sehr stark eingeschränkt ist. 事件が起これば常に死に直面するわけですけれども、死というものをどういうふうに考えていますか？ Natürlich habe ich Angst vor dem Tod.Nur wir sind so gut ausgebildet und haben ein ziemlich hohes Selbstbewusstsein durch die gute Ausbildung, dass ich der Meinung bin, dass wir jeden Einsatz, in den wir bewusst reingehen, auch in der Lage sind zu bewältigen, ohne dass es zum Tod führen wird.